はい、のみさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは、今回サムネとタイトルを見て通りですね、私、本日ゆずひこ、今日から VTuber として活動させていただくことになりました。よろしくお願いいたします。今回ですね、もともと、VTuber しようかなと思ってたんですけども、なかなかちょっとそのやり方がわからなかったので、今回はこの VTuber として、このキャラクターとして進めていこうかなと思っております。はい、ということで、そもそも、なんで、今更なって VTuber をやるのかということなんですけども、まず一つ目の理由としたら、こちらの親しみやすさというところがポイントで、まあやっぱりこう、キャッシュレスっていうふうにお伝えしても、なかなかこう、馴染みにくいっていうのがあったので、やっぱそれに関して、まあ親しみやすさが少しあれば、まあやりやすいのではないのかなと思って、この VTuber をさせていただいてます。で、あとこのキャッシュレスを楽しむってとこなんですけど、まあこの親しみやすさに似てるんですが、やっぱりキャッシュレスって結構やっぱやってて楽しいんですよね。なので、まあちょくちょくこれを機に、まあこのキャラクターがやってるなら、まあキャッシュレスちょっとやってみようかなっていう人もいれば、まあそれが僕としたらちょっと嬉しいかなっていう思いもあります。で、次で、これからの発信内容なんですけども、まず一つ目、こちら QR コード決済。まあ、PayPay とか LINEPay とかですね。あとはクレジットカード。もう今僕楽天カードをよく挙げてるので、楽天カードとかですね。あとキャッシュレスに関するニュース。まあ、こちらは、ま、日々やったニュースを結構わかりやすく伝えてます。あと使ってみた実写ということで、よく PayPay とかを、メルペイとかを使ってみた実写の動画を上げてるんで、まあそういったのも、まあスタンスは変えずこのまま続けていこうかなと思います。で、たまに脱線するときはあるんですけども、そちらだけ、まあなんかキャッシュレスと違うニュース発信してるなっていうところもあるとは思うんですけども、まあそこは一つの楽しみと思って見ていただければなと思います。で、あと目標としたらやっぱりシンプルにとにかくわかりやすく伝えるっていうのをとにかく目標としてます。やっぱなんとなく分かってくれればやっぱそれでいいんですよね。なんか具体的に数字とかいろんなところとかを詳しく言うのもありはありとは思うんですけど、そうするとちょっとなんかキャッシュレスってやっぱ難しいかなっていうイメージを持たれる方もいるとは思うんで、まあそういったことを払拭するという意味も込めてシンプルに分かりやすくということがちょっと僕の目標ともしております。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回僕の VTuber デビュー記念ということでまあ、ちょっとね、まだまだたどたどしいとこはかなりあるかと思うんですけども、これからも、まずぜひキャッシュレスについて発信していこうかなと思いますんで、ぜひチャンネル登録、あとグッドボタン、あとツイッターもしておりいますので、まあ、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。